こんにちは、さあ豊さん、はい、今年もやります順位予想。いやいや、そんなこと言ったら、お前何言ってんだお前って、もう飛ばされるぞ。なんで、ほら何が順位予想したじゃん。あれじゃないですよ。違うのか。違いますよ。何、豊さん、去年忘れましたか、1ヶ月予想。まあまあ確かに、いわゆる雨の一天気の1ヶ月予想みたいな感じです。はいはいはい、そうです。なので今はまあ開幕直前なので、開幕4月いっぱいまでどこが飛び出すかとか、いわゆる4月の終わりの時点でのセパの順位を予想していきます。はいはい、なるほど、なるほど。まだ始まってもないんですが、まあそうだね。はい、だから前回最終的に予想したのは、あれは11月、はい、シーズン全て終わった時の順位。まあそうだな、はい、どこが飛び出すか、まずそういうことです。まあそういうことだよな。これはきっと対戦のカードだったり、まあ、そうだな、スケジュールもいろいろあると思うんです。やっぱあとは意識の問題だよな。意識、うん、ちょっとやっぱオープン戦の名残っていうのを引きずりつつの4月入っていくところも、まあ確かにそうだな、あるということで、そりゃそうだ。そうですね。じゃあまずはセリーグからいきましょう。はい、セリーグここ1ヶ月で抜け出すのは1位、やっぱスタートダッシュを決めるのは DeNA だと思う。うん、おお、あの全体予想ではね4位とか言ってましたけれども、まあ4位ですね。はい、これはまずなぜ開幕なんですか。なぜかというと、はい、やっぱ日程的な問題があると思うんだよ。はい、でね、うん、4月の木曜日、はい、DeNA 試合がないんだよ。2連戦やって3連戦なんだよ。2-3、2-3、2-3だ。あの、そうそう、4月の頭だけが6連戦で、はい、うん、あと9日からは2-3、2-3、2-3です。それが4週続くでしょ。1-2-3、あの5月の方まで続きますね。そうだろう。はい、いや、そしたらピッチャー5枚でいいっていうことだよ。そうか、ピッチャー、先発ピッチャーが足りてないなと思う中で、はい、うん、この日程は DeNA にとってすごく有利に働くと思う。それと6連戦っていうのをさ、地元で6連戦やるんだったらいいけど、他に行くって言ったら移動ゲームがあるんだよ。あります。そういうことも回避できるんだよ。木曜日に移動して次の日を迎えられるという、はい、だから体力的にもすごく有利だよね。あ、まさにそうですね。それとまだ寒い時もある、はい、だその時に無理しなくてもいいっていうことを考えると、うん、やっぱピッチャーのローテーションも含めて楽なのはやっぱ DeNA だから、 DeNA が俺はこの日程を有利に導いて、はい、まあ、ちょっとスタートダッシュを決めるかなっていうふうに思ってる。だから4月は1位は DeNA。 野手にしても例えばオープン戦渡来選手非常に良かったです。はい、あと盗塁の数も非常に多かった。はい、こういうところも少しオープン戦の好調さ、そこら辺の好調さっていうのは持っていきながら入れそうなんですかね。まあ入れるとは思うよ。うん、まあ、それは試してみるとは思うけどもね。はい、まあ、そういうチャンスがあれば、うん、まあ、だけどそういう好調さっていうのはまあ多少は続いていくだろうけども、はい、やっぱこう移動ゲームをまだやらないっていう、移動ゲームって結構疲れるからな。そうですよね。だからそのために例えば宮崎をちょっと1試合外そうかとか、はい、そういうこともしなくてもいい、5連戦だと、うんうんうん、まあ、そうなってくるとやっぱ DeNA っていうのは優位にこの日程は働くよね。うん、そうですね。唯一その6連戦っていうのが4月の2日から4月の7日、はい、日曜日まで、これ全部ビジターはい、にはなるんですけれども、甲子園で阪神と、で東京ドームで巨人と、はい、ここだけが6連戦でしたね。あとはずっと木曜日空いてるからね。そうなんです。2-3、2-3、2-3でした。はい、ということで、じゃあまずは4月の終わり時点では開幕ダッシュは DeNA が入ると、はい、でそこに追随していくように中日。お、中日、お、はい、いいですね、スタートからも。いや、俺は2位に予想してるけど、はい、やっぱね、スタートダッシュを決めるっていうことが、はい、やっぱ一つの条件なの。うん、だから中日が行く。まずは最初、開幕は3連戦はヤクルト、はい、でその後は巨人とバンテリンゲ、はい、でその後金土日5、6、7がカープとマツダスタジアム、はい、という日程になっていきます。はい、うんうん、いや、だから、まあ、ここら辺で、はい、まあ、4月の時点ではスタートダッシュを決めると思う。うん、やっぱね、優勝するとか2位になるとか、うん、まあ、あの下位に甘んじてたチームは必ずやっぱり必要なんだよね。うん、やっぱ最初にできるという、いや、やれば俺らできるっていう意識を持たすためにも、やっぱ開幕ダッシュは絶対決めなきゃダメだよ。あ、そうなのか。ここでこけてるようじゃダメなんですね。ダメ。いや、だから俺はやっぱこう立浪監督、片岡ヘッドが、はい、ここら辺は最初はムチ入れてスタート切らすと思う。うんうんうん、そしたらあとは馬なりでいいから、ピッチャーがいいだけに。はい、だから俺は DeNA の次が中日かなっていうふうに思う。
あと中田翔選手の状態っていうのは、これは徐々に上がっていくのか、それとも開幕で、徐々にでいいよ、中田ばっかりに負担をかけるんじゃなくて、はい、生え抜きの周辺もやってくれるし、今年、絶対に、大島もいるし、はい、だからまあここら辺、中田だけに集中しない、そうなってくると、打てない時にはやっぱりチームがぼっと沈むから、だからあんまりこう深く考えない方がいい、そこはもう度外視、もう勝負どころでたまに打ってくれればいいみたいな、そんな感覚でいいよ。ただやっぱ相手に威圧は効くからね、もちろんいるだろう、例えばフォアボールも取れるだろうしさ、だからそんなにね、向きになって中田中田って言わなくていいと、そこは心配ない、そして、4月終わりの時点で2位になるだろう、3位はどこですか。ジャイアンツだな。お、これはまた、やっぱりジャイアンツは得点圏でのバッティングが生きてくると思うし、やっぱこう野手の層という意味では、やっぱ持ってるからね、だから、外野手なんか特にね、だからまあそこら辺でこうやりくりしながら、でピッチャーもまだまだ元気だろうし、だからここら辺はスタートダッシュかけてくるかなっていう。これ、3月から4月の終わりまでの中で、外野手が結構入れ替わるっていうのは頻繁に起きそうなことですかね。外野手はそうかも、外野手、内野は固定でいくと思うけども、外野手は臨機応変に変えるかなっていう思ってるけどね。だあんまりこだわるとダッシュ効かないよ。例えばお堂はやっぱり使わなきゃいけないとか、100打席見ようとか、そういうことしてたらちょっと置いていかれる可能性があるけども、いやダメだと思ったらやっぱ梶谷とか松原とか結構いるから、いっぱいいますよ、だからそこら辺はお堂にも競争だよっていうふうに言っとかないとさ、ダメだと思うけども、やっぱりジャイアンツはやっぱ最初は来ると思うよ。あと中継ぎ陣に関してもどうですか、この1ヶ月間で形には。でもそんなにバタバタするほどまだ慌てることもないと思うし、その決めてる西舘、中川、大勢というものがしっかりここら辺で投げてくれれば、もう保証を落とすこともないだろうし、取り立てて誰かを入れるっていうことでもないし、戸郷なんて完投能力あるし、ダメだったら6回まで引っ張って7回から西舘行こうって決めれば、余分な人を使わなくていいじゃない。計算立ちますね。そうでしょ、姿だって年齢的なものから来る衰えはあるかもわからないけども、6回ぐらいまで投げ切れることは十分考えられる、で山崎よりもそうだよね、グリフィンもそうだし、川司令投手もそうですね。そうだね、この前はね5回で変えて6回バタバタしたけども、だからもう十分6回まで引っ張れるから、だからそういうことを考えるとそんなに無駄なことはしなくていいと、4月はね、4月は、だからそれはもう大丈夫。お、巨人はじゃあ4月終わり時点で3位、さあこっからです。4位はどこですか。4位はヤクルト。ヤクルト、ちょっといいんですか、やっぱり。やっぱこう打つかなと思ってね、最初だ春先って、なかなかやっぱバッターの状態って上がらないとは思うんだけど、ヤクルトのバッターの意識の中で、やっぱ打たなきゃいけないっていう、打たなきゃ勝てないよっていうのは十分分かってると思うんだよ、であそこはやっぱチームで働ける人間っていうのはたくさんいるし、個人主義っていうのはなかなかいないから、だからそういった意味ではピッチャー陣を助けるかなっていうふうに思ってるんだよね。まずスタートは、ヤクルトは中日とですけれども、その後カープとマツダスタジアムで5、6、7と阪神と神宮でというふうな日程になっていくんですけれども、ここら辺対戦のやりづらさとか相性とかっていうのはどうなんですか。確かにあるよね、あるけども、だけどそこに阪神と広島が入ってるっていうところだよ、ここら辺でやっぱ勝ち越し来ないとダメだっていうことだ、2-1、2-1 でいくぐらいの、そうじゃあヤクルトが4位、そして5位です。阪神だ。あれ、優勝予想の阪神が、いや最初もたつくと思うよ。これやっぱり今のオープン戦のちょっと名残を引きずりそうですか。いや引きずると思うし、最初やっぱりこうジャイアンツと戦うでしょ、青柳というね先発 で、でオープン戦で村上の状態が悪いっていうのがちょっと気になるし、そうですね、だからそういう意味ではなんかジャイアンツがしぶとく阪神を食ってくるかなっていう感じがするんだよ、でその後は甲子園に戻って DeNA と、DeNA と阪神っていうとねよく相性の問題で、あるけどね、だけどやっぱ状態の悪い時にやっぱ DeNA はこう日程も踏まえて叩いておきたいよね、そうですね、でその後がヤクルトと5-6などが当たっていきますね、だから阪神がちょっと沈みがちでスタートを切るかなっていうような、
中継ぎ陣もなかなかこう本来の形としてではまだスタートダッシュ切れない。ちょっと切れないな。だから今年の阪神はオールスターまではちょっともたつくと思うよ。5月、うん、そうか。オールスターだから7月、7月か。そうそう、交流戦じゃなくてですか。うん、ちょっとちょっともたつくかなって。でもいい位置には5割付近にはつけてると思う。だからあの競馬でいうところの先頭はしてないけど、いい位置で狙ってきてるっていう、はい、まあ、だからといって心配することももちろんないっていうことですよね。まあそれはもちろんそうだ。よくあのやっぱり阪神ファンの方と一昨年のあの開幕何連敗っていうその脳裏にどうしてもよぎってしまう。あ、そこまで悪くはないと思う。いって何連敗ぐらい。いや何連敗というよりもまあ1勝2敗ペースではいけると思う。ああ、そっか。じゃあ、うん、別に大型連敗とかしないと、ね、まあ多分しないと思う、うん、じゃあ5位です。いやもう最下位でしょ。あ、そうか、最下位か、うん、もう行ったから、まあ、カープだな。やっぱね、森下が2戦目で投げられなくなったっていうのが、うん、やっぱバランスを崩すな、チームの。そっかそっか。やっぱここまでキャンプでこうね、オープン戦を見ながら、はい、よし、クリで行くと、うん、初戦仮に負けたとしても、うん、2戦目に森下で行けると、はい、いうような計算がガラッと変わっちゃったよね。変わりました。だからここら辺ではちょっとモチベーション的にはちょっと低いかなっていう。やっぱ一人抜けるだけで大きく変わってくるんですか。だから5月は良くなるから。え、広島は。それはまたなんで。恋の季節っつって、あれだ、毎年5月は強いんだよ。カープは。そうですね、恋の季節ですね。そうでしょ、ゴールデンウィークあたりとか。そうですもんね。そうでしょ。そうかそうか。そうそうそう。だから一旦は最下位だけど、一旦は最下位だけど、うん、でもここら辺である程度踏ん張っとかないと5月の勝ちが、うん、そうです。もうやっとになってくるよね。あの、本当借金減らすだけになっちゃいますもんね。そう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 。だからやっぱり貯金を目指して、はい、まあ、最低5割っていうことを目指し、うん、貯金も1、2で行きたいと思ってるのが、はい、これが足りなくなってくるというね。5月いくら快進撃をしたとしても、はい、だからまあ阪神は沈んだとしても1個か2個ぐらい、うん、ぐらい、うんうんうん、で頑張ると思うよ。なるほど。まあ良ければ5割ぐらい。5割、あ、うん、でも阪神が5位で5割っていうことは全部借金は広島が被るっていうことになるんですね、うん、なりますからね、うん、いやだけど、まあ、それはないと思うな。それはない、うん、ということはだから飛び出したとしても、うん、日程的にまあ有利なのはもう完全な DeNA、うんうんうん、だこれが飛び出したとしても3つ4つだな。あ、そのぐらいですか、うん、うんうんうん、で中日も2つ3つかな、うんうんうんぐらいの感じで、まあ、ある程度混戦と言われるぐらいには収まってると思う、4月がね。なるほど。じゃあ4月終わりでの順位は1位はベイスターズ、はい、で2位が中日、はい、3位が巨人、はい、そして4位がヤクルト、はい、5位が阪神、はい、そして6位がカープとなりました、はい、さあ続いてパリーグです。はい、はい、パリーグ難しいなまずどこが抜け出すのか。抜け出すのはね、まずは俺日本ハムが抜け出すんじゃないかなと思う。それはどうしてですか。やっぱ新庄監督の乗せ方だよね、はい、うんうんうん、行けみたいな、はい、でその無知に対しての反応は、うん、日本ハムの選手は良くなってきてるから、うん、だから俺は一旦日本ハムがおお今年違うんじゃないのみたいな、うん、っていうような感じをみんなに与えると思う。なるほど。しかもですよ、これスケジュールを見ると、はい、4月終わりまで6連戦が一度もないですね。でしょ。はい。でロッテの次は、ロッテの次が楽天、うん、これ楽天と2試合、はい、エスコンであります、はい、で4日の木曜日休みます、はい、で金土日とエスコンで西武と、うん、っていう戦い方。そうだね、うん、だからまあ一旦日本ハムがグッと来るかなっていう、うん、上位に来る。で乗ってくるとあのやっぱ日本ハムのチームって野手、はい、選手たちも一緒に乗っていけるチームなので、はいはい、おせおせなムードでいけますよね、うん、首位に立てる一旦可能性はある、うん、これは楽しみですよね。でも2位にしとこうかななぜいやまあまあいいやまあいいや、うん、日本ハム、はい、しましょう。1位にじゃあ、はい、じゃあ2位は2位はソフトバンク。はい、まだ体が元気、怪我人なし。あ、そういう意味でか。そうそうそう、まだ大丈夫と。そうそういうこと。だから1人かけ2人かけした時にどうかっていうところだからさ、今年はね、はい、うんうん、だからこれが持てば上位をずっと保っていくと思うけども、やっぱ1人かけ2人かけしてるとさ、はい、それが引き金に落ちていくという、うん、だから春先はまだ元気なんで、まあ、上の方来るかなっていう。
おお、ここもですね、4月の2日から7日は6連戦なんですけれども、はい、そこから4月はやっぱり6連戦がないんですよね、うん、まあドーム球場だからな、うん、持ってる球場が、まあ、もちろんそうですよね、うん、そっか、まあ早々怪我人は出ない、はい、みんなフルで発揮してくれると力を、はい、ということで2位がソフトバンク、はい、3位は3位はね、ライオンズ。最終的な順位は優勝ですけど、うん、ちょっとあのスタートは遅れる。あのね、うん、ライオンズのピッチャーって夏場だからってへたらないんだよ、あそこのピッチャーって、うんうん、そうですね、結構スタミナ持ってるから、はい、だから最初はね、ぼちぼちいくと思う、うん、わざとぼちぼちいってるわけじゃないけども、うん、まあだけどスタートダッシュを切るほどバッティングは良くないし、うん、平均的な感じでいくと思う。ああそういうことか、うん、そういうことか。で相手が落ちるのを待ってこう変わっていくっていう、お上がっていってますね、上がっていくっていう感じだよね。でピッチャーも余力を残しながら、もちろんもちろん4月戦っていけると、あそういう意味で、うん、まあ最初はもちろん楽天と当たりますけれども、そこからはベルーナでオリックスと2、はい、3、4、はい、で5、6、7はエスコンでですね、はい、日本ハムということになります、はい、うん、ここから B クラス、はい、4位オリックス、あと遅いですね。いやオリックスと俺の頭の中では西武はそんなに変わらないんだよ、うんうんうん、まあ、お互いピッチャーもいいし、はい、ぼちぼちいくかなっていう感じなんだよ、うん、なんかお前疑ってるような目してんだいやただスケジュールを見たら豊さん正しいかもと思いました。何が6連戦が続くんです。そうでしょ、ここから、はい、そうなんです。ピッチャーがいるんだよ、うん、だからまあスケジュールによるやっぱ歪みというか、うんうん、はい、そういうものも出てくるよね。そうか、うん、で最初の1週間2から7日までは全てビジターになるので、うん、まあ、京セラではできないと、うん、まあ、翌週は全部できるんですが、うん、まあ、ちょっとピッチャーの問題だったりとかってことですね、4位にしたのは、ね、はい、5位はマリーンズ、うん、ロッテか、うん、まあ、ロッテか楽天しかないんですけども、まあそうだはい、そうなんですけど、まあね、楽天の方から先に言うと、まあ、はい、やっぱねリズムが取れないと思う、うん、まずだから若手を使っていくでしょ、はい、だからリズム感がないと思うんだよゲームに、うん、慣れてない、慣れてない、リズムに乗れない慣れない、うん、でコンバートもしてるし、あそっか、だからそういう意味ではぼちぼちやっていく、探り探り、探り探り、うんうん、まあ、どうせ俺らはみたいな評価低いしそんなことないけどそんなことないのに卑屈だなみんないやいや、だけど徐々にこう上がっていく、まあそれが一番いいですからね。そうそうそう、うんうん、だまあ春先っていうのは楽天は強いんだけどね本来。去年までも春先ちょっとやばかったですね。だから去年のリズムから、まあ、そうなってくるかなっていう感じがするんだよね、うんうん、でマリーンズはやっぱ厳しいなと思うのは、はい、ゾゾの風だよ、春の風、うん、はい、春風、うん、ああいうのにピッチャーも苦しむだろうし、うん、まあ、相手だって嫌だしな。あ、もちろんそうですね、うん、だからまあそこら辺でちょっとスタートダッシュは効かないかなっていうこと、まあ、ずっと効かないのかもわからないけど、いや、そうなんですよね、ロッテがね、そうなんですけれども、うん、まあなので、まあ、パリーグの方は4月終わりの時点での順位は1位が日本ハムで2位がソフトバンク、はい、で3位がライオンズ、はい、で4位がオリックス、はい、で5位がロッテ、はい、で6位が楽天という順になりました、はい、もう早くもね、まだシーズン始まってないんですけど、そうなんだ、もう4月終わりまで、ただまあ日程とか考えるとね、うん、なんか日程が有利不利があるかなっていうような感じがするよね。これ全チームが6連戦じゃないんですね。なあ、なんか不思議ですね。で6枚いるのと5枚でいいっていうんだったら最初余裕を持ってスタート切れるからさ。そうですよね。 あと中継ぎの継ぎ込み方も変わってくるでしょうし、まあそうだね、うん、だから一人いらないっていうことになると一人を中継ぎにも回せるし、そうかそうか、余力を持てるよね、はい、だから移動ゲームもなくなるしみたいなことを考えると非常に5連戦を多く抱えてるチームは得だと思う、うん、まあ、スタートダッシュ効きやすいっていうことですよね。まあ、いち早く4月終わりの1ヶ月予報、はい、予報じゃないですね、1ヶ月予想、天気予報じゃない、天気予報みたいになっちゃった、1ヶ月予想、ここで低気圧が出ます、晴れとか雨とか出ましたけれども、またね、ね、4月の終わりの時点で答え合わせをしまして、はい、 そうだね、そこからまた5月の予想に入っていきますので、はい、楽しみにしていてください、はい。